パリゴリンフェンシング男子フルーレ団体で金メダルを獲得した松山京介選手が2024年8月14日に X を更新し、現在のメダルの状態について報告した。画像、松山京介選手の金メダルの現状は、パリゴリンのメダルをめぐっては、複数の選手から劣化を主張する声が上がっていることを各メディアが報じており、その品質について波紋が広がっている。 あのかけてもらった時の感動がありますからね、松山選手は、傷はあんまりついてないけど、なんか少し剥げてきてる。と投稿、公開された写真を見ると、金メダルはところどころが剥がれているようにも見える。これは半年後、1年後はどうなってるわらと疑問を寄せた、最もパリ五輪運営側がメダルの交換を約束したと A 氏、デイリーメールなどが報じているが、 それを指摘するコメントに松山選手は、あのかけてもらった時の感動がありますからね、と悩ましい様子だ。この投稿には、一年後は金がすべて剥がれて全く違うものになってるかもしれませんねですが、金メダルを勝ち取った功績は一生剥げることなく国民の心に刻まれてますよ。メダルに秘められた思い出が剥げることはない、といったコメントが寄せられた。なお、 松山選手は8月5日にも金メダルの写真をインスタグラムに公開しているが、その写真にはハゲは見られない。